で帰った。ひろゆきさんこんばんは。8月24日27の舞台のビジュアル撮影に行ってまいりました。え、じゅんさん来てくれる？舞台東京。ビジュアル最高やった？ルカスこんばんは。大丈夫？ありがとう。あ、たまちゃんクラッカーです。ありがとう。クラッカーが見えた。クラッカー見えへんかったからさ、今までクラッカー見えへんなーと思ってたのに、見れた見れた見れた。そう、セーラー服着た。今日はセーラー服と、あとなんかちょっといろいろと着ました。いろいろと着ましたって何？なんかね、何着か着ました。何これ、たまちゃんバンバンバン、ありがとうございます。71.3回目やと思ってた。0.3回目は何って感じや。グッズ買わないと、買わないと。じゃあまだもし買ってない気がするやで。待ってる、じゅんさん。しゃ。お願いします。涼しい、ナイス。なんかここに涼しいバンって出てきて、今涼しいって私が書いたみたいやった。ビビムさん元気さん、ヤマさんこんばんは。たまねぎさん、あわナイス、ありがとう。誕生日の数字やで。いや、そうやろうなとは思いましたけど。みえちゃんこんばんは、こんばんは。あれ、お疲れ様でした。元気さん、私も今日も頑張りました。お疲れ様です。今日も頑張った一日。舞台のチケット発見済みです。楽しみ、ワクワク、ワクワク、楽しみ。私もとてもどんな感じになるかな。そう、今日は4パターンぐらい撮ったのかな。そうそう、なのでいろんな種類の私が見れるはず。だよね、学科受けたね。あ、今日は学科受けましたね、新幹線で。カズさんこんばんは。ただいきさん600回目すごい、いらっしゃい、ただいきさんありがとう。昼の冷房効かないのに夜の冷房は効きすぎて寒い。おかしいな、日光に負けるんですかね、直射日光に。玉ねぎさんクラッカーナイス、ありがとう。クラッカーが見えるようになってる。お誕生日おめでとうイベント参戦中です。よかったらお星様投げてくださいな。新幹線で受けた学科教習最後の新やつ、無音です。やっと見れた。クラッカー見えへんかったから昨日ね。お、何これ、たまちゃん、え、何これ、サメにパンダが食べられてる、何これ、誰考えた人、疲れてたやろ。サメ、サメ、サメ、ありがとう。サメなんかな、パンダなんかな、どっちなんやろ。なんかおもろいギフト多いな今。いや、ほんとそれな。上か面のお子さん、お疲れスタンプナイスです。ありがとうございます。お疲れスタンプいただいちゃった、ありがとうございます。お誕生日おめでとうイベント、これ50万ポイントゲットしたらまたアバターゲットできるみたいなんで、ちょっと目指しつつ行こうかなと思います。あ、ね、なんか九州やばいって雨、大丈夫かな。うかめなくさ、あわないし、ありがとうございます。あわあわ、みほたるさんファンレベアップナイス、ありがとうございます。たまにぎさんもファンレベアップナイス、ありがとうございます。すごい、本当に今回みんなレベル上がるの早い。え、何かルーカス。ペンギン。パチャパチャペンギン。ナイス。ありがとうございます。そう、玉ねぎさんいっぱいグッズゲットできるように お願いいたします。ねえねえ、福岡やばい。北九州大丈夫かな。北九州はだからお世話になった方々がいっぱいあるから。え、そうなん、たまちゃん。モグラが流されてた。大丈夫？心配。
お父さんは大丈夫だったんですか。ニューさんこんばんは。3万円相当ならせんやほんとずつ手続きされてる結果ズボンのポケットの奥に見つかった。よかったね見つかって。私はまだ年パス見つかってないです。ヤンチャクルさんいらっしゃい。まだ年パスユニバの年パスが行方不明のままです。あ、エアポッツは戻ってきた。シェイ、エアポッツ戻ってきた。あ、ルイカミナカさんお疲れ様です。ありがとうございます。帰ってきた。着払いでしたけどね。着払いやけど帰ってきました。別のとこに家かまってるんで。あ、よかった本当に。あ、そうなんだ、よかったです。高いところにあって心配ですよね、それはね。でもね、怖いよ本当に。ニュースでいっぱい見てるけど。え、ライブ恋愛中先生リバイバルで見ます。やばい。あはん、あはん、どこにいてもですね。懐かしい。その年パス新しく買うべきですか。もう無理なんですけど。今日先月のクレジットカードのさ、引き落としがありまして、今日だったんですけど、もう本当にもう本当に結構やばいぐらい引き落とされたので、やばい。お誕生日夢夢おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。早い早い。10日赤字。年パスの再発行は200円じゃないの。個人情報が登録されてる場合は200円です。登録してないんで多分無理なんです。多分だから2万円落としたことになってると思う。分かる。引き落とし今日。元気さん朝3日と1時間6分やば。時間ごとに言われちゃう。この間泊まったホテルで推しの子読んだ。漫画が読み放題やったんですよ。漫画読み放題、うどんとカレー食べ放題。東京、もう私 今月1週間に1回は東京行ってる。あと60回訪問。推しの子読んだら止まらないよねって。めっちゃ眠たかったけど一巻を読みたいと思って、とりあえず一巻読んで、ホテルでその漫画読み放題やったから。ただでも一巻読んだら二巻が誰か読んではってなかったんですよ。貸し出し中みたいになってて、だから読まずに寝た。二巻誰か読んでなかったら私多分寝れてない。カードと電話代の引き落とし、ギャラで気分も引き落とし。ピエン、ティムさん、カムカリさん、こんばんは。1000、もうちょっとで1000。読んだらハマりそうだから逆に読んでない。逆にね、もう先を見越して読まないっていう判断。予測や予測。大事ですよそれでも。一巻ってどこで終わったの。ドラマ撮影かな。一巻はもう結構なんか結構やばいところで終わった。もう何、これから物語が始まっていくぞっていう
ところ、え、ここどこまで言ったらいいかわからんから、結構衝撃なところで終わった。え、ランク10位まであと2121、10位いけるかな。ドラマ撮影はもう終わってる、結構進んでるよ一巻。引き落としなんかより、上手上手投げとか寄り切りの方が好き。あれ、なんか戦ってる。飛行機乗ったことない、東京も行ったことなかった、この3月人生初東京話、素敵、楽しんでました。楽しんでました。お相撲さんやった。東京はマジで10日やけど、3週連続ぐらいも多分東京毎週1回行ってる。マジで東京に家欲しい1個。え、東京に家借りたらやばい。やばいかな。うわ、危な。マジで東京に家欲しい。事務所でなんかね、寮みたいなのがあったらいいんだけど。いやいや、WBC やったら紹介する。あ、そうなんや。みずみさん、ナイスクリッカーありがとうございます。250管理もありがとう。玉ねぎさん、都内高いですか。やっぱ高い。東京マジで暑かった、マジで暑かった。10万ぐらい超える家賃。本当？皆さんの家賃何ぼか教えてください。暴露して。居候は嫌や。ただいきさん、ダメ。ちゃんと一部屋、荷物とかも置いときたい。ちゃんと欲しい。お泊まりもね、結構させてもらってるよ、おっくんも。ダークボードで暴露してくれる？ 9 万2000円？あ、まだでも10万切ってるんや。8万、おお。でも10万いかない。徳田さん、こんばんは。なんか、シェアルームみたいなとこでも置きたいですね、席。そんな行かんへんけど、東京。新幹線の、新幹線の往復の、何？チケットとかも、なんて言うんか、定期券みたいなのもし、通いすぎてやばい。世田谷遠い？行く場所によるんじゃない？生活圏内がどこか。徳田さん、かまわ。え、4万2000円。安？忠之さんとこ。川崎市に入ると家賃下がる。なるほどね。川崎市に入ってもいいし、川口市に入っても安くなる。あ、タクトさん、タクトよろしくお願いします。次4回なら回数券。新幹線の交通費、経費で落ちないね。これ言っちゃうとね、ちょっとね、これ言っちゃうとちょっとやばいことになるから言えない。言えない。結構完全に全部は言えない、秘密。トークポートで言って、言える。6月7月トークポート家賃より高いです。2ヶ月分に合わせたら、そらほらそらほら危ないよ。単位が変わってくるから。あ、電車7分で渋谷に出れる。あ、それはいいですね。それは近い。今日渋谷通ったよ。今日渋谷ちらっと通りましたよ。み
ダマちゃんバンバンバンありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとう白黒さん。あれおたごめんなんかおたがおたくのおたになって。ゆうやくんも渋谷通った？みんな通ってる道渋谷は。吉村みつどさんナイスアワーありがとうございます。渋谷毎日通りますやって幸せだもん。かわいくてこうね、亀田さんは何人なんですか？ラテン系フランス？チーズ好きやしイタリアン？日本人です。亀田にくんは日本人でございます。定期券定期内定期があるっていうのがすごいよね。なぎちゃんの前なら何度も行ったよだって。おっくんは渋谷はあんまり行かない？私も定期買おうかな本当に。定期券だからどっか通わないと定期買うっていう概念にならへんけど、例えばまあ、あの結構な頻度で難波まで出るとか梅田まで出るとかがあるんやったら家からさそこぐらいなんか定期1ヶ月買っとった方がお得やったりするよね。え3回しか行ってない？エミカのガチブルータスで毎週のように行ってましたけど、やってあブルータスで渋谷やったんや。あ田舎もんね、あの空気はしんどい。空気は私的には全然大丈夫なんですけど、私結構都会っ子やから、大阪生まれ大阪育ちの都会っ子で、なんか静かなところに住めないタイプなんですよ。自然の森みたいな自然緑があるところに住みたいなみたいな全く理解できなくてできるだけビルとかコンビニとかできるだけ交通の便がいい都会に住みたいタイプなんですけどそうただでも私は渋谷はちょっと汚いかなっていう、なんかネズミとか結構多くない？ただきさんも田舎者？本当？最寄りのコンビニ行くのに車いるとかも考えられない。無理無理無理って感じで、キャンプとかもだから行けないできるだけできるだけ便利な、なんかもう本当に例えば例えば渋谷のど真ん中とかにホテル取れた時とかも超嬉しいそう都会って感じやん。ああ神戸大阪メインやから。そっかそっかそっか、なるほどですね。奥奥はバーベキューも来てくれるんでしたっけ？生誕は来てくださるって言ったけど、あ緊急病院なんですか？後ろすごいすごいところに。渋谷のネズミでかいですよね。マジでかい。
もうびっくりしちゃって初めて見た時。もうめっちゃ写真撮った。田舎っぺごめん。田舎っぺはチュッてしやへん。徒歩3分以内にセブンもローソンもファミマもある。もうそこ大戦争やん。キャンプ免許取って YouTube 撮影しに行ってくださいな。いやもう免許取ったからってキャンプはいかんと思う。バーベキューは甲子園？あ、甲子園に行っちゃうのか、その時間は。あ、てっちゃん久しぶり。元気？てっちゃんいらっしゃい。てっちゃん、ルーカスクラッカーナイス、ありがとう。やばい、あと3日で誕生日。やばい、早いな。どうしよう。自分の道玄坂のホテル泊まった時は超重いイメージが出すんですよ。渋谷に有名人がいっぱい住んでるんですか。大学生ぶりで梅田駅降りたけど全然わからなくなってた。梅田は最近ちょっと変わったんですよ。そうそうそうなんですよ。だからあんまし行ってないってなったら確かに迷うと思う。あ、パニック障害発作と診断されて、え、大丈夫ですか。てっちゃん分かるよ辛さ。無理しないのが一番。パニック障害はターボー、ポータルさんファンデルアップナイス、ありがとうございます。へえ、校庭があるんだ渋谷に。渋谷はなんかもうネズミネズミ。この間なんか東京で撮影終わりにファミレス行ったら、ファミレスになんか G をって、もう私は結構な5メートルぐらい普通ボワーって行ったんやけど、そこ周りにいた人誰も動かへん。わーとか言って、え、畳んでいいのみたいな。私からしたら信じられへん。最近湿気がやばいからね。え、そうなん、ゆうやくんの周りもめっちゃおる。さすが東京って感じ。くじこくんこんばんは、やっほー。そうなんですね。いいな、私も東京に家欲しい、マジで。本当に毎回困るもん、ホテルとか。マジでどんだけ困っているやら。え、ディズニーで室内レストランに鳩いましたって。鳩ならまあ許そう。鳩はなんかさ入ってきちゃったんかなってなるけどさ、 G やったらさ、うわもっとおるんちゃうってなるやん。絶対家族おるやんってなるやん。鳩は迷い込んだんかなみたいな、出してあげようかなみたいな。違う違う、全然違う、全然違う。やばいから本当に G だけはマジで無理本当に。え、そうなん、たまちゃん誰に、なんで知ってるの。教えてくれた人なんで知ってるの。妹の飲食店ならどの店に着いたとか分かっちゃうのよね。だってやだすぎる、本当に本当にやだすぎる。あったらもうそこ一緒行かんもん。猫が電車移動してたぶんもう心持ってる猫やと思うのよそれ。賢い。1ヶ月前に病院の帰りに会食制に行ってたら、救急車します、ご注意ください2回流れた。
なんで？カービィ、カービィ大好き。カービィ好きだよ。別荘的なあるやつ、やば。ハッピーエターナル 21st years。 うん、 Thank you。 今日からポンポンポインポンポンペインさん、 Thank you。 カービィです。え、10分間停電して空調設備も止まって缶詰め、それはやばい、それはトラウマになる、確実にしんどすぎるな。ダメだダメだ、なるほどなるほど、何かの事故に遭ってるし、なるほどなるほど、それは怖すぎる。家のドアが開かんかった。あれよね、こうすぐドア開けないとダメって言いますもんね。なんかこう引き戸押し戸でもこう揺れた時にドアのなんかが変わったりとかしたら開かなくなるみたいな。カービィ、 TikTok のカービィは、あ、結構前からずっと家にいるやつですね。な、結構もうほんと何年も前から家にいるやつ。自分で買ったのともらったものと多分どっちもあると思う。2時間後、いやー、それは確かにトラウマなりそうやな、かわいそう。いやだね。よいしょ。かわいそう。非常用ドアコックで外に出ないでくださいと放送があった。出たあかんの？出させてほしいよね、とりあえずは。なんで出たあかんのよ、パニックになるから。でも出ないとパニックになるよね。昔の TikTok にダンス動画でも食べたい。この間もあげたダンス動画この間もあげた、ちょっとだけど、ロサンゼルスで軽く踊ったやつやけど。スーファミのカービィスーパーデラックスやり込んだなぁ。だってスーファミのカービィが一番好きやったん。あー、また第二の事故起こすから。なるほど。法律違反になるの、かわいそう。そんな閉じ込められてる人かわいそうやんの。これつけたらなんかやんちゃすぎる。めんちゃすぎるかな、これつけたら。なんかそんなにがっつり閉じ込められるみたいなことはまだない。運転見合わせの一部のさ、あの感じは経験したことあるけど、そんなに長いこと閉じ込められたことはない。いや、そう、座り込む、私一瞬で座り込む、そんな絶対買っときなさいなんて無理でよ。そんな何分も無理無理。大変な
のに遭遇しちゃったね。まあ生活してるとさ、日本やったらやっぱそういうこと結構起きるやろうけどさ、それにこう出くわすか出くわさえへんかもうもはや運みたいなとこもあるからさ、クーラー止まるの絶望。ルーカスファンデバックです、ありがとうございます。あーそうだよね、放置されちゃうもんね。あー運んでもらう約束してるだけ。でも運んでもらう約束してたらちょっと教えてほしいけどね、どういう状況なのかみたいな。出てもいいですよって合図がないと無理ないな。やばいね、しまって。よいしょ、これ好き、めっちゃ曲。初めて聴いた曲やけどめっちゃ好き。どうしよう、好き。ビリカモンもやしょ、人がないか不安。あ、そうなん？ビリカモンもあんま乗らない。電車や新幹線のジョーカーみたいなやつも怖い。いや、本当に怖いよね。マジで怖い。でもそれもさ、こんだけ長い間さ、こう乗ったりして、なんでこれ中身ないの、なんで大丈夫、なんで中身ないの、ええない。そう、なんかそういうのもさ、こう遭遇するかせえへんかはさ、もはや運じゃないですか、ありすぎて。そういうことが、もうなんかそう思うと、そんな家から出れへんくなっちゃうよねみたいな。何時まで配信しようかな、迷いどころです。え、ピアス落としたかな、なんで僕一個も開けてへんのに、そんなことある、なんで。うん、最近さ、とことんなんか、とことんなんかさ、うまいこといかないんだが全部うまいこといかんのだが、嫌すぎるんですけど。あの仮面なんかさ、お疲れ様です。エアセンクションと間違えんじゃない、エアセンクション、え、自分に火をつけて、怖っ。なんでそんなテロみたいなことしはるんや。普段から通勤で使ってるってさ、どうしてもね。確かに、なんかすごい詳しいですね、てっちゃん。ルカスかわいい、ありがとう。人生は運よやって。確かに確かに、シンジさん登場の仕方が素晴らしく深い深かった、登場の仕方びっくりするぐらい深かった。そうだよね、どんだけこうね気をつけてても、何か会う人は会うし、運命みたいなもんやからさ、そういうのって全部ね。だから何も会わへん人が、例えばもうなんかどんだけ怖いことしてもこう無事でいれる人やし、本当にもうなんか運命、運、何しても無理な人はそういうのにあっちゃう運命なんやろうなみたいなさ。私今それですよ、ほんまに。いいことゼロっていうか、なんか悪いことがめっちゃ起きてる。赤信号渡っても大丈夫な人は引かれない。そうなのよ、そうなのよ、本当にそれなのよ。なんか何しても大丈夫な人は大丈夫やし、青信号渡ってても引かれる人は引かれるしみたいなってことよね。え、鳩が来て倒れたの？急に？
玉ねぎさんファーレルアップです、ありがとうございます。私それで言うとさ、鳩にさ、スペインで私がなんかポテチかなんか食べてたのかな、で鳩が飛んできたから、あ、ポテチ欲しいんやなと思ってちょっとあげようと思って小さいかけらポンって投げたんですよ。ポンって投げたら、なんとその鳩ポテチ喉に詰まらせてむせ出して、本当にごめんと思った。なんか玉ねぎさんありがとう、キウイにするから笑顔になって、ハッピーバースデーナイスありがとうからのバンバンバン、ありがとうございます、ありがとう玉ねぎさん、優しい。あとは年齢確かに分からへんもんな。でもいきなり目の前に来て死なんでもってなるよね。お守りの効力切れたかもしれない。携帯会社に電話してしない自分の人、お、偉い、素晴らしい。これは鳩が悪い。ほんま、もう罪悪感感じたもんね。最終的に食べたものを吐き出して大丈夫やったんやけど、でもその吐き出したポテチもさらに食べてたから、鳩はもうゾンビみたいな。オンラインショップで購入した。隣にいたカップの女性がキャーって、あー、それは危ないですね、オープン。そう、木切らない。高木さんお疲れ様、お友人さん、だるまさんナイス、だるまさんが凍るんだ、ありがとうございます、お疲れ様高木さん。お宝鑑定団で隕石が100万、ひえなるほどね、あの急に落ちてきてそれを売るみたいなね。隕石確かに売れるよね。お金は落ちてけえへんけど、隕石は確かに頑張ったら落ちてくるかもしれない。夏が始まった意味はどうだ。マジで私ピアスどこ行った？もうやだ、なんでこんななくなんの？ここに一生入れてたやん。え、ほんまに意味わからんくない？この私アクセサリーケースのここに、これ開けたんやけど、ここにピアスのなんかここの別のタイプの小さいやつ入れとったんや、ここに。なんでないの？ジップロックなんですけどジップロックなんですけど、誰か意図的に取らな、なくならへんで、こんなここ一生入れとったじゃないか。いつ、どうして、なぜ、いろんな疑問が、え、落ちてるとかないよな、ここに。マジで疑問がやばいんですが。食べた？出して。あ、鑑定人が買う値段？だから実際持って行って売りますって言うても、その値段で買ってもらえるかわからんってこと。食べた人マジで出してください。入れてなかったから？でも私出してないで。だってここのキャッチなんですけど、このキャッチ私使ってないもん、ここに一生ついてるから。え、おかえり元気さん、確かに当たったら終わり、入れてなかった。鑑定してもらって実際にバイバイすることもある。すごい、一瞬待って、みんなちょっと一瞬待ってくれる、ちょっと一瞬だけ待って、ないわ戻ってきた。あ、オンラインショップで買うとサポートしてくれるの。玉ねぎさんハートナイス、ありがとうございます。キウイになった、やっとキウイ。一瞬だけ、なんやろな、最初から入れてなかった、どっか別のところに入れてるとこ。でも出してないからな、完全に。あっ、あった、別の方に。
でも同じようなジップロックに入れてるわ。あったわ。すみません、お騒がせしました。これはでも分からんわ。このこれやねんけど。すみません、お騒がせしました。冷蔵庫に大体入れてる。携帯電話とかも冷蔵庫に入れ出したらもうだいぶ疲れてる時。ルーカスハートありがとう。あってよかった。でもあれやな、あれはどこに行ったんやろ。私の年パス、年パスはいずこへ。ピアスにタオルとかマフラー絡まって耳持っていかれることない。逆ですね、あのピアスが持っていかれてピアスが飛んでいって、で、ピアスがどっか飛んでいっちゃってピアス行方不明になるっていうのはあります。こういうのは大体大丈夫なんですけど、キャッチタイプのやつっていうのかな、なんか例えばがこういうのこういうやつやったら こことかに引っかかったりとかしたら、何かが髪の毛とかがで、このまま引っ張ったらこうキャッチが取れてこのまま取れるとか、それはある。私がしたんやんな、多分な。誰がしてない、ほんまに。酔っ払って物を紛失したことあるの？酔っ払ってはないです。シラフで紛失しますね。はい。普通にシラフで紛失ですよ。大体酔っ払うことが、なんかそんなわけわからへんぐらい酔っ払うことがないので。うん。エアポッツフランクフルトマイン空港にあります。なんでな、ほんまに。やばいね、空港にあるのはやばい、ほんとに。あ、ガラスコーティングをした、割れにくくなりますように。寄ってものなくしたことないよな。うん、私もない。寄ってっていうのはないけど、普通にシラフでなくす。物なくしの常習犯なんですよ、私マジで。本当に胸張って言えることじゃないんですけど、なんかね、まあ、持ってるものが多いっていうのと、あと、なんか落ちた。持ってるものが多いっていうのと、あと結構こう移動するから、あのスペインから日本、大阪、東京、いろんなとこに行くからさ、だからいろんなところに行ってる中でこうカバンとか移動させるやん、物を。そのタイミングで自分の物をなくしちゃうとかはちょこちょこある。うん、一生同じとこに置いといたらいいのに、そう、移動するときにポーチとかに入れて、向こうでもさ1ヶ月ぐらいおったらどっか置いて、で帰ってきてそれをどっか忘れてくるか、どっかに持って帰ってきたけど直し忘れてるとか、何かしらでそうなくすみたいなのはあるあるですね。なおじさんいらっしゃい。羽田空港からフランクフルト行ったやつ誰やって、本当誰や。え、そういうのってあれやで、あの私この間なくしたんやけど、あのエアポッツけど羽田空港から福岡まで行ってて、それ誰かが運んだとかじゃなくて飛行機が運んでたの。だからひょっとしたらフランクフルトに電話すれば届けてくれるかもよ、タムちゃん。寄ってこけそうになったらそのまま道路の上切りダイブし、やば。寄って帰ってきて起きたら机片付いててどこ行ったかわからなくて、自分で片付けてるってことを気づかない間に。昨日の夕方、親が洗濯物を外して食べ食べたら足長鉢の巣ができてた。うわ、最悪だ、それは。
お誕生日何送ろう。え、送ってくれるんですか、ゆかみんなこいさん。この間も何か送ってくださっていたの知ってますよ。まだ受け取れてないんですが、ワクワク、ワクワク。上の中にガードレールが生えてるし、こちらは頭ぶつけちゃう気失ってたこと、やば、怖すぎな。焼けた？いや、多分髪の毛の色が明るくなったことによって顔が黒の時よりかは焼けた風に見えてる。それは確実です。いつも思うんですよ、黒にすると顔が白く見えるんですよ。で、髪の毛が茶色くなったことによって焼けた風に見えるのと、あと黒でいた時に教習所に通ってて、で教習所で歩いてるだけで焼けてるのはある。それを髪の毛が黒くて気づいてなくてはある。え、足長鉢は怖いや。植木の中にやばいね。なんか家の鍵なくして鍵変えたんだけど、ボーナスそれなくなるわ。お行政の場所から後で出てきた。悲しい。そうやな、確かに英語かドイツ語か。たまちゃん、え、何便やったんやろ。羽田空港からたまちゃん何便で使った。便変えてなければさ、アナやったらアナ、ジャルやったらジャルで、日本語で対応してもらえるところに電話してもいいか。ルーカス涼しい、ナイス、ありがとうございます。あ、和歌山県までキャリーバッグ持って行かれたことはあります。うん、エアポッツの保証までしてくれる、どこも強っ。あと13分で1時間だそうです。ありがとうございます。了解しました。気づいてすぐ何便のこの席に忘れたってメールしたんやけど返事もない、手遅れだった説。え、電話の方がいい、たまちゃん絶対に。私その福岡の時、福岡にエアポッツが行った時に羽田に電話したんですよ。まず JAL やったから JAL の羽田のところに電話したら、お年も届いてないですねって言われて、で、またなんかお昼ぐらいにかけ直してくださいって言われて、で今その乗ってた飛行機は福岡に行っちゃってるから調べられなくてって言われてたから、分かりましたって言って切って、だからその時点でJAL の方は飛行機が着いた時に隅々まで落とし物チェックをしていなかったっていうことなんですね。なのでだから絶対に福岡に行ってるやろうなっていうのは頭で予測はできて、だから福岡に電話しました、直接福岡空港に。ならまだ到着してないので到着したら確認しますって言われて、なら先ほどは聞かれなかったけども席の番号だったりとか詳しい情報どういうものやみたいなのとかも聞かれて、でも JAL のとこはそこ到着した場所のところ、そこは何も聞かれなかったの、場所とかも。で福岡で聞かれたから答えたら1時間2時間後ぐらいに電話かかってきて、見つかりましたって、郵送しますって言ってお手紙付きでちゃんとなんかプチプチに包んで送ってくださったの。だからひょっとしたら日本のところに電話してたけど、フランクフルトに連絡すれば多分大丈夫、見つかると思う、多分か電話して言ってみる。なるほど。お台場行ってきた？え、ビュッフェでチョコレートバンド最高じゃないか。飛行機会社で赤ちゃん無料サービスとかしてるらしいが、結構ねおもちゃ配ってたりするの見かけますね。
何にも出てきて送り返す流れとるのに、マジなんか多分エアポッツやったら羽田まで持って帰ってきてもらって羽田次の日乗る予定やったから受け取れたっぽいんですけど、私エアポッツと充電器やったから充電器が空港の、輸送ができなくてみたいな、あの手荷物で誰かが持って入るっていうのはいいんやけど、こう郵送ができないらしいんやんか充電器って。で送れないから、あの大和さんって送りますみたいな感じやった。ああ、耳抜きできないからクリスマス、それはそうだろうね確かに。トトロのお腹さん、ありがとう。ジャルジャル、なんで元気さん。まあ確かにね、誰かが持ち込んで持ってきてくれたらいいのにと思ったけど、まあね、こっちは忘れ物してる身なのでね、もう何も言えなかったです。ガイリアンチャクレさん、なんでやねん元気さん、とばっちりやん、めっちゃいいやん。てっちゃんいっぱい美味しいもん食べて最高だな。とりあえずでも帰ってきたからよかったよね。年パスは帰ってきてないけど絶対どっかに落ちてるんやと思うよね。捨てるはずはないからさね。うん、一回電話してみて、たまちゃん。それでもし無理ですって言われたらあれやけどさ、なんかあれなんて言うんやったっけ、追跡したら、追跡したらフランクフルトにあるんですって言ったら見てくれると思うんだけどね。え、バスどこ、水上バスめっちゃいいやん。物を忘れたんですけど、それが便利です。でもあの上なんよ、上なんですよ。そう、見てくれへんねんやと思った。でも忘れ物チェック怖いよね。どっかに挟んでる、挟まってるはあるかもね。連発で障害割引が効くよ。グッドじゃない、すごいじゃないのよ。なんて言っていいか分からへんやん。バーコードとかでカッパ証明できる。うん、だから持って行って聞いてみようかなと思うけど、バタバタしててさ、行けてもなくて、そう何も聞けてなくて、まだ電話してね聞いてみてもいいんやろうけどさ、なんかまだ電話もできてない。飛行機着陸する時間でみんなあんなに急いでシートベルト外すんだろうね。え、あと私が思うのはシートベルト外してさ立つの、みんなすぐに結構すぐこう立ってさ、立ってこの状態で構えてさ、みんなこうやって今か今かと外に出るのを待つやん。え、もうちょっと座っといたらって思って。あと品川から大阪帰ってきて新大阪駅着く前とかも特にそう、なんかまだもうすぐ到着しますみたいな、あと5分ぐらいあんねんでみたいな、あと5分ぐらいあんねん、あれ、あの到着しますのアナウンス流れてから駅が見え始めたら立ってドアの方行ったら全然間違わへん、降りれるんやけど、あ、開いてからは遅いのは分かるよ、けど駅が見えてからで全然大丈夫やのに、みんな立って待つねん。いやいやいやと思って、新幹線も飛行機もね。いつ本ちゃん年パスもらえるんですかとか言ってみる。あれが年パスなんよ、本ちゃんなんよ。あ、了解、てっちゃんまた来てね、ありがとう。で携帯にインしてほしい、本当に。海外の友達優先に連れて行った後、そうですよ。あ、ありがとうございます。アワントジストさん、ナイス。ちょっともさ、お疲れ。あ、ドライアイ。入国した後とか降りる準備したらいいのに。
よいちさんパンデマップナイスありがとうございます。みんな早く降りたがるんですよね、せっかち。でも海外でもそう、飛行機は目的地着いたら、あの飛行機とかピンってなったらカチャッカチャッってみんな音頭するカチャッってすぐ言う。そう、私はギリギリまで座ってる、もうずっとドア開いて、もう人が歩いたなって時にシュッて立って行く本当に。あ、サンドクリームが乗ってるラーメン知ってる、食べたことないけど知ってる。え、ホームタウンに勝ち込み何時に来んの、なんじゃもう言ってる、駅に突っ込んでから止まるってなってから立つ。飛行機は一番最後の気になるけど、新幹線はさっさと降りた。あ、そうなんや。だから次にね、そう予定してるってなったら何か、それは確かに急ぐ。飛行機もなんか本当に乗り換え時間激短な時があって、トランジット、うん、トランジットでさ、あの乗り換え失敗したらさ、知らない国に置いてけぼりやからさ、マジで本当に急ぐんですけど、どこからどこやったかな、忘れちゃった。スペインからフランスからポーランドとかやったかな、なんかもうえぐいぐらい時間なくて、飛行機止まったらもうみんなカチャカチャカチャってすぐあのベルト外してドア開いたら、もうみんな猛ダッシュで、乗り換えの方々がみんな走って、もう運動会、本当にマリオのマリカーの BGM 流れるんかなっていうぐらい、もうみんなもう空港走りまくって、そんだけみんな乗り換え遅れてるから、あの待っててくれたから良かったんですけど、だから乗り換えトランジットがある方は確かに急ぐよなとは思うね。うん、くしゃみ可愛かった、本当に阪神は混んでるもん。フランテ、それそれそれ、ソフトクリーム、え、甘辛味噌、17日までなんや。降りる準備はするけど立たへんよね、新幹線だけ向いてるの来ないから、さすがらせんなりから。ああ、なるほどね、早く帰りたいみたいな時は確かにそうやな。びっくりした、ごめんなさい。ヨドコさんがヤルパリサンジェルマンのジャイアンか、どこ、ヨドコスタジアムどこ、何ダッシュ、飛行機降りても結局荷物またなか、あ、乗り換えの時だけか、やっぱりポルターガイストやん。大丈夫、ヘアアイロン落としたなので結構、うん、みんな大変よね。ジラダマさんお休み、ごめん、イヤホンやばかった。あ、長いスタジアムか、え、ピュアショーツナイトセラム、お得なセットの案内来てたって、何ですかそれ、な何ですか、トロトロアルテストタリラス、あ、せっかちさん、シンジさんって結構1メートル以上離れてると、このペットボトルが崩れた。え、急に、おやすみ、つやたまさん、ずかさんこんばんは。万博記念公園スタジアムライブしたことあった、え、あった、コトラさんファレウェップナイス、ありがとうございます。もうちょいやっててください、もうちょっとね、ほんとちょっとねほんとちょっとね、膝悪いからトロトロしか歩けんや、それはしゃあない、それはしゃあない。フランス人だったね、みんな私の TikTok 見てくれてる、ハンギョドーン、ハンギョドーン、ボンジュー、ボンジュー、スペイン語じゃないや、フランス語はちょっとだけ、ちょっとだけできる。おはよう、ずかさん、高木さんおやすみ、
基本的にはできないんですけど、会話はできない。一方的になら喋れるフランス語。おやすみ高木さん二台でお願いします。あ、韓国語、アンニョン、こんばんは、저는가미에다미카입니다みたいな。今日はね、髪の毛アレンジされてる。TikTok でエミツの話してきて、ありがとうやんちゅくれさん。結構ね、そういろんな言語を挨拶ぐらいならできるね。オッケー。韓国語はそう。ちゅぬん、えみか神枝、神枝えみか、どっちやろ。ちゅぬんえみか、ちゅぬんえみか、えみだ。こんばんは。フランス語は。ボンジョー、モノメ、ミカ、カミエダ、アンシャンテ。スペイン語はオラ、ソイエ、ミカ、カミエダ、エンカンタダ。英語はハロー、マネミセ、ミカ、カミエダ、ニスチュミチュ。あとはああ、中国語は分からん。中国語は、なんだっけ、ああ、忘れた。中国語は、うわ、ちょっと分かんねんけど忘れた。分からないですって言えんねんけど忘れた。どうする中。シェシェ。忘れたわ。ニハオマン。スマリー語は分からん。スノースノーさん、こんばんは。三角で話しててすごいな、憧れてた。本当？見てくれてたんかな、嬉しい。それぐらい。ロシア語はちょっとだけ前喋ったけど忘れちゃったな。あ、カタルーニャ語はボンディア。ボンディア、オラー、ソックエミカカミエダ。ロシアとか聞いたら何ってなる。でも私はね、あ、ロシア語やって分かるとこまでは言ってんねん。すごくない？全く昔は分からんかったけど、語学学校のクラスメートがほぼロシア人とウクライナ人やったから、ね、あ、ロシア語かとか分かるの。何言ってるか分からんけど海外の言葉を翻訳してくれるイヤホンとかないかな。めっちゃいいですね、それ。いいアイデア。そう、ポケトークのイヤホンバージョンってことやもんね。めっちゃ良くない？確かに。誰でワールドワイドに感動するちょっと日本語おかしい。トモルさん、どの言語もそれっぽく話しますよ。私もちょっといけんで。中国語わからへんけど、なんとなく喋れる。意味なしのね、音だけで。ドイツ語はバームクーヘンならなんとかドイツ語はダンキシェン、ダンキシェンやんな。まあ、ドイツ語もちょっとだけ分かる。忘れた。自分の発音認識して自分の練習に使うって、からの動画やってる人が、あるあるある。リスニングとスピーキングとどっちもできるみたいなやつですよね。ジョナさん、こんばんは。そうな、なんで？やんちゃくれさん。
最近が持ってくるらしいね。だってポケトークもやけど Google 翻訳でも喋る分には。キミさんこんばんは。生まれがドイツ、すごそうなんや。ボケの練習する。なんでやねん。何の曲？え、有名やん、 TikTok で。可愛くてごめんって曲知ってる？知らんから何の曲って聞いてんねんな。ごめんごめん。これ私ずっと同じ曲を聴いてる？ひょっとしてなんかリピートになってる？ひょっとして。やだよ、なんでだよ。リピートはやだよ。よし、ワイヤレスイヤホンの翻訳見てたけど、え、あるんや、すげえ。なんでやねんは突っ込むやろ。ボケられたから突っ込んだんやんか。 TikTok 入れてないの？乃木坂の番組人で英語で返してごめんなみがかかやつ。あれ、ミカのこと可愛くてごめん。私も色んな言語勉強したい。あれ、これ欲しい。なんかこうメガネでさ、ピッてしたらさ、なんか出るやつ。参照しちゃってごめん。ありがとう、ごめん。ケンちゃんいらっしゃい。英語喋るとみんなあんぐりするなあやって。TikTok じゃない、 TikTok のこと TikTok 言うのはおじいちゃん。TikTok タップガールの TikTok ライブ見てから韓国語覚えようかな。おいおいおい、釣られてるやんか。でも勉強ってそういうところからって言いますからね。あ、この人の言葉理解したいなとか、こういう方とコミュニケーション取りたいなとか、そういうなんかちょっとしたことで始まるっていうか。個人情報あえて入れてない。個人情報なんてもうさ、携帯持ってる時点でいろいろ取られてるやん。別に名前が知れ渡ったかって別にやし、あのクレジットカードが使われるとかわかんけどさ、ね、場所どこに住んでるとかも誰か来えへんかったら別にやると思っちゃう。ツイッターに自ら晒すとかはアホやけどね。違いのわかるじゃん、こんばんは。ディズニーランドがどうしたって。ディズニーランド行きたいんですけど、ディズニーランドの話なんか一個もしてない。でもマジで行きたい、ディズニーランド超行きたい。ケンテタコの先輩が金髪の姉ちゃん読みにしてで、スタッフから英語マスターしたい。外国人と結婚されたってこと？分かりにくいな。金髪のお姉ちゃん、私も金髪のお姉ちゃんや。お年寄りはディズニーじゃなくてディズニー、そういうことか。確かに確かに。あと4つ目、アメリカのお父さんに気に入られたみたいな。前後に横浜行け、前浜、横浜って言っちゃった。アメリカ人と国際結婚。さ、私の周りもほとんど国際結婚、ほとんど、マジでほとんどは言い過ぎ。いやでもマジで多い。なんか全然珍しくもなんともない感じやな。
あ、ね、あと 8位まで6816だって。あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと。元気さん元気やなってことはにはならんのよ。そう、人がしてたら自分もとはならんのよ。自分は自分、人は人。何が珍しい、何も、何が珍しいとか珍しくないとかじゃなくて、誰がすごいとかすごくないとかじゃなくて、自分が自分なだけで、女がどうや男がどうやとかも嫌いなんですよね。そう、めっちゃ最近思うのがさ、本当に、え、女の子ってマニュアル車運転するの珍しいねって、なんでな、なんでやるってめっちゃ言われるのね。もう別にさ、マニュアル車珍しいですね、なんでですかでいいのに、女の子やからってつけんくてもいいやんって思っちゃう。めっちゃね、めっちゃ重くない？もう12時や、もう12時や、そろそろお風呂入って寝ようかな。明日ね、あれなんですよ、効果検定第2段階効果検定、分かってくれる？もてはやされても別にいいかもしれんけどさ、なんか言い方とか、なんか効果測定。タムニギさん、ファンレベップね、ありがとうございます。そろそろお風呂入ってね。もうそうそうそう、私と言ってること同じやん、ケンちゃんちょいちょいちょい、同じこと言ってるやんかい。ちょいちょい、私男でお玉限定って言われた時代もあったのにって。あ、そうなんや。なんか男でオートマ取るんとかもさ、なんかさ嫌じゃない？え、なんでオートマなのって、マニュアルじゃないの？やったらまだわかるけど、なんか便利やでみたいな、おすすめみたいなテンションやったらいいけどさ、え、男やったらオートマ取らんやろみたいな、その決めつけみたいなのは嫌やね。言い方、お友が女の子なるかもって、どこに見ても なんでやねんってなった。そう、本当にもう12時か。あ、先帰ってきたの？お疲れ様ケンちゃん、寝すぎた、もう寝られへんのちゃんずかさん。あ、そうなん、言われてたんや。あ、そう、免許今取ってるんですよ。めっちゃ短期間でもう仮免ゲットして、もうちょっとで本試験、もうほんと一瞬、もうね、なんかもうマジで一瞬ですどんどん進んでいく。もっとも限定なんてなかったし、だって路上も、もうずっとやってるよ。ずっとっていうか1日3時間ぐらいやるから、もうね、ずっとやってる。もうセット講習も終わったよ。日本人のダメな特徴よねだって、うん、日本人っていうか、まあ、うん、海外で車線が役だと慣れるの難しそう。本当に私スペインで勉強してたから、免許一瞬だけね。だからこっち来て、技能じゃないや、学科の勉強してる時に、え、ランダバウトって左から、右じゃなくて、でもそこから追い抜きって、あ、じゃあ追い越すのって左右、え、どっちやったっけみたいな、わけわからんくなった。勉強してただけやのに運転し始めたらもっとやばい。だいたいあれです、海外で運転してて日本で帰ってきてウインカーしようと思ったら、このワイパー作動するっていうのがあるらしい。うかめんな箱さん、ファンデバップナイス、ありがとうございます。1日に乗れる時間今も決まってます。3時間、第2段階は3時間、第1段階は2時間。かな、変なスラックの免許女子が取りに行った時と同じ言われるよね。難しい、おにぎり大型免許だったら変みたいな風潮いつからやろうと。変なん？
珍しいなっていうのはでも言ってる意味はわかるけどな。じゃあそろそろ終わろうかな。あ、ずかさんもよくあるんや。にゃちゃんおやすみ。皆さん、あのお付き合いありがとうございました。とても楽しかったです。え、10位に下がってるやんって。おい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 、お誕生日10位なんですけど、ちょっとやだ。免許取ったら海外でワールドスピードとかファスト&フュリウスですね。ドイツはそれこそ制限ないらしいですからね、最高速度。怖。スペインは高速は120。イタリアでタクシー乗った時は160ぐらい出てたと思う。あれはタクシー早っ。タクシーでこんなんなんかなってたやばい。元気さん、ありがとう。おやすみ。イベント中でもガチイベではなく、あのお誕生日おめでとうイベントですね。3日後にお誕生日なので賛成してみましたなんかいいところ行くとクオカードもらえるらしいんで、お誕生日プレゼントにちょっとチャレンジしてみてます。ガチイベ後なのでね、あれなんですけど、まあ、1年に1回なので参戦してみました。昔のフォーミュラーか、昔が分からんだよね。関東であるんや、120って。危なすぎ本当に。ペーセンシフト右側のままなの。全く車は分からん、興味がないんですよね車に。だから免許取ったらどんな車乗りたいって言われるけど、運転できたら何でもいいかなみたいになっちゃう。分かんない、どんなんとか。本当に絶対にスポーツカー乗りたいとか、絶対にトヨタの何々でとか、絶対にこう会社でとかない、全く。本当に何でもいい。まあオレンジ色の車は可愛いなとか、そういう色ぐらいルーカスパンデビアップナイス、ありがとうございます。ではそろそろ終わろうかなと思います。はい、最後にちょっとだけ告知だけして終わりますね。7月16、17日はトークポートがあります。ガーリックジネスバレバック、ありがとうございます。トークポートオンラインのお話し会で、お久しぶりの方ももしよかったらオンラインでお話ができるイベントです。2日間今月はあります。お誕生日月なので、はい、もしよかったらお久しぶりの方も初めましての方もゲットしてみてください。トークポート2分からあるんでね、軽い気持ちで参加してください。で、7月29は生誕イベントとバーベキューイベントがあります。これは大阪です。生誕は待って、11位に下がったんだけど、マジなえる生誕は、梅田、バーベキューイベントは天馬橋かなです。で、こちらもまだまだ席がある感じにはなっております。もしよかったらお友達誘って来ていただけたら嬉しいなと思います。生誕イベントは、谷川愛理さんがゲストで来てくださいます。で、バーベキューイベントは一緒にお酒が飲めるイベントとなっております。とっても楽しいので会いに来てくださると嬉しいなと思っております。ヤンチャクレさんがコペン買ってくれるらしい。しゃ、明日挽回する玉ねぎさん。で、7月30日は元 NMB48 のメンバーが何人か集まってトークイベントがあります。ガールズデイズというイベントです。これは重装になります。チケットこちらも販売中ですので、よかったらゲットしてください。そしてですね、8月24から27日は東京の築地本願寺のブディストホールというところでですね、主演舞台があります。姫様スターダストという舞台で、今日ビジュアル撮影をしてまいりました。
セーラー服を着てまいりました。ツイッターとインスタに写真載っけてるので、よかったらオフショット見てもらえたらなと思うんですけども、主演舞台なのでよかったら来ていただけたらなと思います。はい、全部ツイッターのピンで、一番トップのところに URL 載せてるので、そこから申し込みができるよう、できるようにまとめております。もしよかったらいいの、もしよかったら会いに来ていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ほんならみんな終わり、ランキング読んで終わります。いきます。13位みずむさん、12位ドラッピーさん、11位わたくん、10位なべちゃん、9位ずかさん、8位ただゆきさん、7位かまかりさん、6位よいちさん、5位うーかめんのはこおしさん、4位かしもちみつぞうさん、3位ルーカス、2位たまちゃん、そして1位はたまねぎさんでした。ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみ、また明日ね、バイバイ。おやすみなさい。ドラッピーさん今来た。おやすみ、また明日ね、ありがとう。